加藤西法大学は、中華人民共和国上海市長、ネイクマンコ、私自1575号に本部を置く中国の国立大学である。中国の代表的な法学教育と放送養成機関である。中華人民共和国司法部の直轄大学である。1952年に設立された。東中国地方で最大の法学院で法学と、 法律教育を中心に、経済、外国語、管理などの学科を設けている。現在大学部、大学院生、成人教育学生を含め、計1万人余りの学生が在籍している。東中国地方で、法学博士課程と修士研究生募集項目が最も多い法学院である。中国大学法学部ランキングによってトップ5と誇りている。 1952年6月、中華人民共和国司法部の直轄大学として、西予羽大学、福丹大学、南京大学、蒼井大学、新丹大学、両校大学、東呉大学など旧大学の法学部を統合し、加藤政法学院が設立された。学部の新設などを経て、名称を現在の加藤政法大学とした。本部長、ネイキャンパスの残る。 建物の多くが19世紀末から20世紀初にかけての建築である。この地は、もともとストリート、ジョン・エスカレッジ、中国名では、聖ヨハネ大学という学校のキャンパスであった。聖ヨハネ大学自体は、中国では遠く過去のものとなってしまっている。その学び者が失われることなく、大学教育という本来の目的に今も使われている。 旧西洋羽大学は、創価の三姉妹、もや土師、経霊、美霊の兄弟、創始分を輩出している。彼は卒業後、国費留学生として、ハーバード大学、コロンビア大学を経て、経済学で PhD を取得、帰国後は、国民党政府財政部長、中央銀行総裁、関東省政府主席などを歴任した、国際派経済学者だった。彼の他にも、 シティックの創始者、堺井基人、香港最大の映画会社、ゴールデンハーベスト社の創設者、数分懐、作家、言語学者の林五道など、実業界、外交、医学、科学、金融、教育界と優れた人材を数多く輩出している。西洋羽大学は1920年から40年代に、かけ、中国で、 最も影響力のある権威ある大学に成長し、東洋のハーバード大学外交官の洋ランチと呼ばれた。卒業生は米国の大学生と同じ学位を持ち、卒業後は米国の大学院に留学することができた。国内では多くの者のが疎開の行政機関に就職し、医学部の卒業生は公部局の病院に採用された。 1949年共産中国が成立すると西洋羽大学も中国政府の教育機関としての登録を求められた。しかし宗教を否定する共産主義政府の大学として登録することはキリスト教主義の教育と矛盾すると考えた大学と選挙団は登録を拒否した。大学は以後それによる様々な差別と不利益と戦うこととなる。 1952年、ついに大学は終局を迎える。海外の国際機関が運営する教育施設はすべて廃止し、国立の教育機関として組み替えられることとなったのだ。西洋羽大学も米国成功会から完全に独立せざるを得なくなる。中国政府教育部は、直ちに西洋羽大学の大々的な解体に着手した。ジャーナリズム化は、福丹大学へ。 建築家は道積大学へ、経済学部は上海大学の財務、経済学部へ、政治法律学科は加藤製法学院へ、中国語、中国文化科は加藤師範大学へと移管された。医学部は上海第二医科大学へ移管され、さらに2005年に道積大学へ再度移された。上海の教育機関は西予羽大学の解体により教育上の多く、 恩恵を受けた。今は同じ場所に加藤西法大学が残るのみとなった。ありがとうございます。